タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はメモリア第3章、野生のメモリア9話を見ていきたいと思います。このタイトルの字なんですけども、これちょっと今まで私弱爆って読んでたんですけど、弱爆と読んでた時代もあったっぽいんですけども、現代仮名遣いとして、現代の読みとしては石爆が一般的なのかな、だと思います。というわけで、ちょっと石爆とちゃんと読んでいきますかね。標準の読みとして、でもどっちでもいい時代が懐かしいかも。チャプター9、石爆の墓所。石爆の墓所はこの先だよ。うわ、大きな滝だね。流されたらひとたまりもないや。向こう側に渡るには回り道しなきゃいけないね。上流の方に渡れそうな場所があるよ。そこまで。ん？音が。おーい！ふわふわちゃーん！まさか！うわ、どうしてここに？兄ちゃまの匂い、追っかけてきたの。困ったなぁ。ゾウちゃん、一人でお家に帰れる？わかんない。だよね。連れて行くしかないか。ああ、しょうがないな。はぐれないようについてくるんだぞ。くんくん。あ、行っちゃったよ。あ、こら、どこに行くんだよ。やっと追いついた。意外と足早いな、こいつ。僕たちより強いのかも。と、ここは、さっきより滝に近づいちゃったみたい。兄ちゃまの匂い、こっち。ん？滝の裏に通り道が。ジジアンから聞いたの。滝の裏側には、飛び石があってね、そこを飛んで渡れるのは勇者だけなの。飛んで渡る以外の方法は？ヒヒ族のみんなが作ってくれた長い紐でブラーンしていくんだって。記憶はないのに、なんだか嫌な予感がする。記憶があっても嫌な予感はするよ、これは。ゾウちゃん、ブラーンしたい。行こ。夢の中で死んだらどうなるんだろう。そりゃ現実の方で目が覚めるだけさ。ただアカシックメモリアで怖い目に遭った探検家は二度とコーラルに来られなくなることが珍しくない。なんで？アカシックメモリアに触れると悪いことが起きる。無意識化に恐怖が刷り込まれてしまって夢をうまく渡れなくなるんだ。君は結構ずぶといから大丈夫かもしれないけど、危険はできるだけ避けていくべきだね。まあ、あんなちっちゃい子が挑戦するぐらいだから、多分大丈夫だよ。うわ、多分。ユラ、僕とローガをしっかり抱えて、絶対に離さないでよ。行くよ。えい！うわー！なんとか渡れた。楽しかったね。
お兄ちゃんの匂いはまだ続いてる？うんうん。兄ちゃまと知ってるおじちゃんの匂いがする。おじちゃん？母ちゃまのね、おじいちゃまの、要するに、あんまり付き合いのない親戚だね。ヤーマを連れて帰るの手伝ってくれるかな？親戚って、ルートにもいるの？疑問に思うのはそこなの？僕らにだって親ぐらいいたさ。過去形？コーラの庭めったに戻ってこない親戚もね。と、僕の話なんかどうでもいいよ。兄ちゃま、お迎えに行くんだよね。うん。もちろん。ローちゃん、匂いを追っかけてくれる？うん、任せてね。一方、その頃。お、ここが。ここが、族長が葬られる場所、墓所。ええ、坊ちゃんのおじい様。そのまたひいひいじい様。そして、我らの宗様がおわす聖なる墓所ですよ。ああ。宗にあって、精霊の力を手に入れれば、草原を平和にできるんだ。おっと、お待ちを。時に坊ちゃんは、導きの石はお持ちで。ん？おう、これはまさしく導きの石。よくグラーガ様が渡してくれましたな。坊ちゃんはよほど将来の大族長として期待されていると見える。この石は？ええ、獅子族の導きの石でしょう。なんならそれなら何も問題ございませんと。さあ行きましょう。墓守はこちらに。これ大丈夫かな。あの、おじさんは味方的？でも声は結構ね、ちょっとかっこいいんだけど。かっこいいんだけど。じゃあクエストを2個ぐらいやっておきますか。開始。なんかまだ石爆っていうのがね、なんか弱爆の方が好きなんだけど。さあみんな頑張れ。というわけで次へ。次は19かな。できればね、このストーリー進めながらノーマルのバトル終わって、ハードも終わっときたい。ハードが4まであるんですよね。今回も大丈夫そうかな。 OK。
よし。早く次に行きましょう。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。